まったこんばんは、放送禁止芸人のオールナイト一本釣りの時間でございます。皆さん待ってたでしょう、待ってたでしょう、お待ちどうさまでした。待っててくれんの宝さんぐらいなんだな。宝さんありがとうございます、本当にいつもありがとうございます。リュウちゃん今日花柄だよ、俺パンツなんかこんなもん。今日もお花畑も頭の中がもう、俺一日何回着替えるか分かんなかったね。朝ね迷彩で出かけたんだけどね、着替えちゃうから僕コロッコロコロッコロ着替えちゃうんだ、もうあるでしょ。もうこれ僕ね、あれこれちょこれじゃない、しのちゃんとアホで同時だな。これ見えっかな、映ってっかな、これ公募しちゃおうと思います。ダメ元でね。でもしね、これ購入受けたら皆さん、トールちゃんスポンサー探してよ。そしたらトールちゃんお願いしますよ、ガンズのシャツをちょっと出してくださいよ。その時は俺公募もらったら令和から出たいんで、よろしくお願いします。皆さんスポンサーよろしくお願いします。もしね僕がね立候補できたらこれはニュースですよ。目立つとこで戦いたいですよね、どうせやるなら。やっぱ日本変えないとやばいでしょ、このままじゃコロナウイルスみんな不景気の分、政権交代、もう消費税完全廃止の完全にね国民にねお金ばらまかなきゃダメなんですよ。だからもうそのためにもう俺出させて戦わせて、もう国民に一番いい政策するのは国民しかできないから、国民から出すしかないんですよ、国民から。もうね政治のプロになんかやらせてると国民のための政策なんかできないんだよ、国民から出てくるしかないのも俺みたいな頭おかしいやつが。もういつでも世の中を変えるのはバカ者かよそ者か若者、俺みたいに未来から来たよそ者が変えるしかないんですよ。未来から来たよそ者が、よそ者に力貸してください。今こそ世の中を変える時なんですよ。そのこういう時代こそ俺みたいな気違いが必要なんですよ。いつでも世の中が変えてきたのは気違いなんですよ。皆さんご理解ください。明るく元気に気持ちよく、俺にやらしてよやらしてよ、やりてんだよな、やらせろやらせろってずっと女の人に言ってきたんだけど、今はもう国民の方市民の方にやらせてくださいやらせてください、政治やらせてください、そればっかり言ってます。ずっと女性にやらせてくれやらせてくれ言ってきた俺が女性を封印して、まあ、封印ずっとしてるんですけど、僕はねあら ここのとこずっと封印してますよ。僕は女性封印どうなっちゃったんだ、この俺がこのエロ神クズ親父が女性封印しちゃって、俺もうただのションベンボンになっちゃってますよ。男性器っていうのはもともとですよないんですから、ただの泌尿器なんですよ。泌尿器かわかるんです、女性器と違うんですよ、男性器は泌尿器なんです。だからねそんなちょんべん坊でね女性のねそんな大事なとこねゴシ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 やっちゃダメだってのは、優しくやれって言うんだよ。耳かきで